まあちょっともう気が楽ですよ。準決勝を超えたのは本当に気が楽です。この決勝の舞踏家の決勝戦、リュータがバカクソ強いんですけど、まあそれでもね、リュータからやれるっていうのは大きな安堵ですね。はい、もう一つ安堵してます。はあ。さあ決勝戦、リュータのパーティーですね。今までとは全く違う普通のガチガチがきます。流滅剣の武道着、メタルキングってキースドラゴン格闘パンサーもう生地ね、キースドラゴン優勢で HP が上がるわ、格闘パンサーすごい強いわ、メタルキングの盾持ってるわ、ドラゴンキラーまであるわ。もういやきついと思うな。正直これレベル上げた方がいいと思うって思っちゃう。今のレベルで普通の攻略ならギリいけるかもしれないけど、 HP が1800以下で、かつちょっとの相性も何もない状態でいくのはあまりにもちょっとねリスキーな感はあります。それでもやってみ、一回ちょっとやってみよう。大きく当たります。はい、獣人剣をね、格闘パンサーに当てればワンチャンあるかも。なぜそれはドラゴン、それはドラゴン。さあ暴れ回るが怖いな。まあでもゆっくり詰める、ゆっくり HP 差が埋められるの怖いな。いやー、しかも食らうの。武闘家避けてほしいね。なんか武闘家今日避けたっけ。なんか三河氏の服もつけてんのに、レベル低いからか。そもそもパワースタンプがこれメタルキングの盾行ったら終わりだぞ。よいしょ、ナイスナイス、よく行ったね。メタルキング盾行ったら確定ガードだからね。いやー、ちょっとピロリが欲しい時代です。やるじゃん、やるじゃん、アイスクラッシュ。あー、今回やばい。それ待って、一番やばい。あー強い。コングヘッド、お前も打点取れ。炎のロックでキースドラゴンだ。とりあえずキースドラゴンにお前も行け行け、激しい打ち合い、やるねー。これはつばぜり合いは向こうから仕掛けてくるんで、2ターン目のデュータはつばぜり合いを向こうから仕掛けてきます。ということでですね、まあここは待ちですね。意外とこれもしかしたらあるぞえ、これあるんじゃないかまあここはつばぜり合い勝ちましょう。いまいち、よし、同じ黄色なら負けないね。でできればね、このターンにボーダーまで乗せてほしい。そうすれば勝てる。ただそうじゃない場合が危ないな。でも意外といい感じに避けてるね。パワースタンプ、せーの、はーんきつ。これさ、何がきついかっていうと、リュータは3ターン目に使ってくるんですよ、ギガソードっていう SP を。バカ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 ギガソード終わり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 だよギガソード使うって言ってんじゃん。敵がギガソード使ってくんだって、なんかの間違いしないとダメだ。なんかの間違いがないと厳しい。いや、すげえけど、いや、すごいんだけどね。さよなら。はい、ギガソード飛んでいきまーす。さよなら。なんでだよまあ、というわけでですね、まあ、武闘家大会はね、決勝で負けてしまいましたけどね、再び決勝戦ということでね、まあ結構ずるい形式でね、戦うことが言えます。もう友達感覚だよ、ここまで来ると。いや、レベル上げないときついかな。レベルまだだって5でしょ ?5 でいけるような手じゃないんだよね。リュータの武闘家レベルは50なんですよ。まあ、その時点でちょっと性能にも差が、まあ、主人公が、この手のなんか主人公パーティーって主人公が強くないといけない感はあるんで、ちょっとレベル足らずなところはあるなっていう話ですね。さあ、さっきはね、結構ピロリも多かったんですけど、途中から急に見放されましたね。はい、痛恨は出るわ、外すわで。急に見放されました。さあ、今回はどうなるでしょうか。まあ、ここのダメージは仕方ない。さあ、さっきみたいにやっぱギガソードを耐えられないんで、2ターン目までね、削りたいところではあるんですけど、まあ、このようにね、ガリガリ削れていきます、こっちの体力も。容赦ないな。獣人剣が格闘パンサーがいいです。いきます。早かったわ。フラグ回収がね、もう音速だったわ。
ですね、もうこうなるとね、もう勝てないと思うんですよ。格闘パンサーが嫌いになりそうやもん、今俺。もう格闘パンサー嫌いになりそうやもん。格闘パンサーが嫌いになりそうですもん、今僕は。今僕は格闘パンサーがこの瞬間めちゃくちゃ嫌いになりました。おっと、ここでワンピロリ、ここでワンピロリ、もう1ピロリ、もう1ピロリないとね、ギガソウルで死にます。おっとえ、でもさ、もう1ピロリしたはええけど、ちょっと待って、めっちゃ受けたけど、めっちゃ受けたけどもさ、その後どうすんのみたいになってるよ今俺は。ギガソウル来るんでしょ、今からギガソウルが来ます。はい、残り128です。128でどう耐えるか。いや、どう耐えんの。なんでその上振れがさっきできなかったの。終わりじゃん。もう終わりだよ。やめろよそういうところ。いや、ここミスったからみたいな確率操作やめて。ダークドリアより辛いなこれ、いろんな意味で。俺ドリアより辛いかもしれない。さあ3回目です。2度あることは3度ある。いや、コメントが負けてるな。いや、さっき獣神拳が格闘パンサー行けばワンチャンあったべさって話なんですけども。いや、まあそういうのがね、まあ起こり、まあ、確率がすぐ収束すること、確率が収束するって言ってますけど、基本的に向こうのいいように収束してますからね。さあ獣神拳、今度はどうだ。てか獣神拳を結局1回しか打てないんだよな。誰に打っとんじゃ。誰に打っとん。もうめったに出えん怪人を、そんなところに打った時は怪人出しよってよ。この野郎。武闘家、武闘家があまりにもポカやらかしてんのは、お前獣神拳まともにやってたのキースドラゴンにしか当ててねえんじゃねえかよ。まあこの大会の難しいところってこういうことっすよね。理不尽が重なり合うんですよ。さまざまな理不尽が全て重なり合うとこの大会になります。まだ2つ目の大会なんですけどね。パワースタンプ、はい、よ。パワースタンプがメタルキング立ててよくいかないね。なんで大きい相撲が優秀なの。さあ次のターン思ってたんですけど、次のターンに合体モンスターでできんのかなって。つばぜり合いでどうして主人公は動けないわけじゃないですか。ということで、あの2ターン目に打つとどうなるかちょっとやってみますね。失敗すんのかな。ここは2ターン目につばぜり合い打たれるの分かってるんで、あ、これどうなるんだろう。つばぜり合いは普通に発生したね。でも合体モンスター押したけど、どういう扱いなんだろうな。さあ、つばぜり勝って、合体モンスター召喚ができるかどうか。どうせ主人公動けないんだから、ここで召喚できたらでかくない？あ、できる！あ、これでかいね。どうせ一手打てないんだから、これをやった後。ここで使うのはありだね。つばぜりが来るターンが分かってれば、これを使うのはありだ。ウルトラスタンプ頼むわ。せーのって、よいしょ！あー、混乱させてない？誰か。誰か混乱させてない？いやー、してないかー。混乱させてないか。混乱でかかったんだけど、さっき出た。じゃあ2ターン目につばぜりは普通にありだね。ありだけどさ、次のターンギガス、ちょっと待って。ちょっと待って。俺、これ次ギガソロで死ぬんじゃねえの？あれ？お！あるぜ。あるな。あるある。まだある。ギガソードで、まだ、180だ。ギガソードでチピ187残るわ。187残ってどうすんだ？まずギガソード打たれるでしょ？ああ。うん、そうなるでしょ？音速の拳打たれるでしょ？あれ？おう！うん、それ以前の問題。1700しかない耐久の関係上、ギガソードでもうデッドレーンが1100ぐらいしかないわけですよ。1100しかないっていうのも事故みたいなレベルですからね。おおだー、全然格闘パンサー狙ってくれないこの子。この格闘パンサーがやたらめったら強いの、なんか敵で回す強いんだよな。おお、でかいです。単体攻撃を避けるっていうのは最大のアドです。炎のノックはキースドラゴン、頼むぜ。炎のノック発射、よいしょ、やる。それが出ればいいのにな。それが、あ、で、パンサーも頼むぞ、お前。大きいですよ。お前が多分鍵握ってる。せーの。はい、よいしょ。なんとそうだった。
今までがむしろ順調すぎたんだよ。今までがむしろさ、大木内さ、よくそこ狙わないなってなってたよ、俺も。そうだったーってなっちゃったじゃん、ほら。頼むぜ、鬼コンボ。これ、鬼コンボのウルトラスタンプに、合体モンスター召喚限定で混乱があるっていうのは、ワンチャンあるかもねって話だね。さっきみたいに2体混乱すれば、痛恨ウルトラスタンプよいしょ。あーもう混乱してほしいな。さっきみたいな、さっきのあの見たあれは幻じゃないはずなんだよ、絶対。初めに見たあれは幻の大事じゃないはずなんだって。ほら、もうこうなっていく。あー、おしまい。おしまいじゃないの、それはもう。ねえ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 、もうおしまいじゃないの、それって。すーぐそうやって取り返すんだから、もう。ちょっと、フェアな勝負がしたいんですけど、僕。すいません、僕フェアな勝負がしたいんですけど。フェアな勝負しようってやつが鬼コンボなんざ使わんねえよ、多分。ほら、もう HP91 になった。無理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 無待って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 、おー、セブンイレブンいい気分、 HP が一ターンで HP が1000、711になってしまいました。キースダーゴンや格闘パンサーがうまく混乱して何もしなければワンチャンあるっていう感じですね。それができないから困ってんだ。鬼コンボ、初めのあれは幻だったのか。初め見たあれは幻だったのか、おい。おー、したわ。勝ち筋これじゃね。おっと、相手の攻撃終わり。終了。避ければいきます。避ければいいんじゃないですかね。まあそうすればギガソードのデッドライン。こいつ腹立って、もうソロちょっと嫌いなさいわ。もうソロと格闘パンサーが嫌いになっちまった。実況の弊害。というわけですよ。前回武闘家でね、ボッコボコにされた龍太にね、ちょっと鉄を下します。勝負の時が来た。いやもうね、前回龍太にボッコボコにされたんでね、ちょっともう許しません。ちょっと頑張らせてもらいます。はい、頑張ります。そんな恨み強くないな、頑張りますってことは。いつまでもこんなのが足踏みしてられませんよ。もうこっちのプライド中もありけりですよ。はい、行きましょう。レベルはとりあえず上昇した。2074しかねえ。503、ま、前回より差が200ぐらい埋まってるから、まあ、それでもね。うん。で、やり方としてはね、2ターン目に鬼コンボを召喚っていう形で、噛んだわ。2ターン目に鬼コンボをね、召喚するって形です。さあ、獣人拳を格闘パンサーに打っていこう。それだよ。それそれ、ナイス。これ517点のでかいな。2ターン目につばぜり合いを仕掛けられちゃうんで、その分、まあ、攻撃できないんですよね。で、鬼コンボのね、合体モンスターアタックをね、そこで行います。さあ、とりあえず、理論は分かった。竜目付け。受けよう。よし。これでかくない？これでかくない？竜目付けを避ける。あ、これガードとかあるんじゃない？聖女の盾と三河足の服だからね。受けるんかい。聖女の盾と三河足の服なのに。さあ、上振れ引けるか。パワースタンプ。さあ、大月の機嫌に全てが左右される。せーので、あ、よいしょ、ナイス。これはあるか？開始早々あんじゃない？炎の中キースドラゴン。炎の中キースドラゴンに行ってくれる。頼むぜ。攻撃頼むぜ。はい、よいしょ。ナイス。でかい。あるんじゃないこれ。で、ここ調整されるんで、合体モンスターアタックします。この一旦でかい。ここはまあ、正直、勝とうが負けようがあんま変わんないです。ここが勝っていく。さあ、ここで雪巻きをすることはなくなったんですけど、この2ターンを合体モンスターアタックします。まあこのターンね、主人公が動けない分ね、この方がコスパはいいでしょう。行きましょう。オリゴンボ行くぜー。通貫ウルトラスタンプ、せーの、あ、よいしょ。こんなん行きたいね。こんなん行くときはよ、ここ。よし、一番いいんじゃないこれ。待って待って、今一番良くない？混乱引いたし、ここで。キースドラゴンしか動かないよ。え、
あるよこれワンチャン。あるよこれ。あるある、だいぶあるよ。どうしようかな。あ、しかもいいピロリ、いいピロリ、いいピロリ、いいピロリ。さあ、あとだよ。一発、いや二発、パワースタンプだと一発か。ここにギガソード飛んでくんだよな。だからこのターンに死ぬまである。さあ、ここちょっと、ここ逃したくない。これチャンス逃したくないよ。一発目で勝ちたいよ。順次剣、これ格闘バスに当たればもう勝ちです。いけるか。それキースドラゴン、その判断は賢い。よーし、すげー、いったよくいったわ。やったえ、待って、前回の苦戦が嘘のように勝ったんだけど。ちょっと上振れ大きかった。流滅金避けるとか、凍える吹きのピロリとか、そこなけりゃ勝てなかった。こんないきなり上振れすることある？正直今日の収録さ、1時間ぐらいする予定だったんだけど。やった、もう収録終わるかやった、一発目できた。リュウタどんな気持ちよ、おい、リュウタどんな気持ち何回負けたんだよそれまでにだけど無事にね、武闘家一番の鬼門だった気がするんですけど、武闘家もね、超えることができました。あとはまあ3つですね。戦士、魔法使い、僧侶の3つ。そして上級職がね、解禁されるわけなんですけど、上級職つらいな